皆さんこんにちは、札幌園芸日記えりこです。今日はですね、6月19日になります。今年の種まき第2弾で育てておりました。ジニアとアフリカンマリーゴールドと宿根サルビアですね、ニューディメンションローズってやつなんですけど、そちらの苗がこんな感じで大きくなってまいりました。これがサルビアですね。サルビアはね、まだちょっとちっちゃいですが、アフリカンマリーゴールドも、まあ20センチ近くまで大きくなりましたし、ジニアもそうですね。こんな感じで。ここがね、アートデコ。こっちがクイーンレッドライムです。同じジニアでも、アートデコの方がちょっとだけやっぱり大きい感じがしますね。はい。で、今日はね、これを植え付けていきたいんですけれども、ジニアはね、入り口付近の花壇の、こないだアナベル植えた、立ち葵とかの手前のところにメインに植えたい。あとはね、レイズベッドで育てて、まあ、切り花としても楽しみたいなと思っております。で、まあ、アフリカンマリーゴールドは、実は、ちょっとね、この、コンテナに寄せ植えしたいと思います。で、端に一本ずつ植えて、真ん中にちょっとね、このサルビアニューディメンションローズを一苗植えたいなと思ってて、これをね、蓋コンテナ購入してきました。それにね、マリーゴールドを植え付けていきたいと思います。まあ、残ったらちょっとね、入り口付近の花壇のところにどっかに植えようかなと思っております。はい。土はまあちょっとザザッとね、入れました。ちょっと今、蓋苗入ってますけど、こんな感じです。これを、ばらせるか。ちょっとばらせない。なんか根が結構絡まってるので、このまま、蓋苗ですけど、植えちゃおう。あともう一つ端の方にも。こちらもこんな感じです。蓋苗入ってますけど、これも、こしちゃいます。ちょっと真ん中に、このね、宿根サルビア、これも二芽出てるんですけど、ここにね、置いてみたいと思います。よいしょー。こんな感じでできました。まだね、苗もちょっと小さいし、お水管理が難しいかもなんですが、これで様子を見たいと思います。で、サルビアなんですけど、宿根サルビアなんですが、ね、サイズが、まだね、こんな感じの大きさなので、花壇にはちょっと植えずに、鉢にね、植えたいと思います。なんで、1、2、3、4、5、6、7、3つ、4つ、まだね、そこまで根も育ってないんで、結構ね、パラパラ取れてきちゃう。土がね。なんで、これで、今もうこの時期は、もう雑草を含めて、すべての植物が一気にぐんぐん大きくなる時期ですので、鉢の方がね、やっぱ管理しやすいかななんてちょっと思います。裏の公園にはね、アカシアの木があって、花がね、まあ、もう大体終わりですけど、咲く時期になると、とてもいい匂いがします。風に乗って。よいしょ。今日もね、少しいい匂いがしてます。はい。こんな感じですね。これと、これ。で、この状態でね、もうちょっと大きくなるまで、このまま鉢でね、育てたいと思います。はい、入り口付近の花壇にやってまいりました。エリンジウムとかね、フーロとか咲いてるここのところ、ここに結構ね、こぼれ種の何か芽が出ていたんですけれども、スカビオサかなと思って、なんかそのままにしておいたんですが、釣り花のね、木陰になってしまってなかなか育たないから、もうここにですね、ジニアを植えていきたいと思います。ここのね、手前のところにアフリカンマリーゴールドを一苗。で、奥に、ジニアのアートデコの方を、まあ、3苗ぐらい植えようかなと思います。これね、アフリカンマリーゴールド。これをね、ここあたりに。植えておきたいと思います。
で、アートデコでーす。二つ芽が出ておるので、ここ、ちょっとね、木陰になるから、どうだろうなって思うんですけど、あとこれ木の根なのかね、ここら辺すごいいっぱい出るんだろうな。だから、ちょっと、どうなるかわかんないんですけど、失敗しても、あんまりダメージがない程度に植えておきたいと思います。で、アートデコの方は、ミックス、色がね、混じってるので、ちょっと何色が出るかわかんないです。まあ、いずれにしてもちょっとピンク系というか、紫ピンク系のお花でございます。アフリカンマリーゴールドはね、本当に入り口付近の、この間ね、ルドベキアをここに植えましたけど、ここのとこにね、手前のとこに1個植えておきたいと思います。ここのね、立ち青いの手前のところなんですが、こちらの方にね、馬糞堆肥をもう一回入れてね、土を、ひっくり返して混ぜ混ぜしました。で、ここに、アートデコ、ジニアのアートデコとクイーンレッドライムをね、混ぜて何苗か植えたいと思います。はい、ちょっとこんな感じでね、ポンポンと置いてみました。こちらをね、植えていきたいと思います。はい、こんな感じで植えました。まだね、結構残ってるんで、こちらはね、レイズドベッドの方に植えていきます。レイズドベッドの方にジニアの定植が終わりました。ここは、去年ね、レイズドベッドをちょっと作ったんですけれども、まあちょっとウッドフェンスをね、作った兼ね合いで業者さんがやり直してくれたので、実際はね、もうレイズドベッドじゃありません。枕木で囲った花壇になっておりますが、他のね、花を植えてる場所との見分けがしづらいので、便宜上こちらをレイズドベッドと呼んでおります。はい。で、こっちがアートデコの方ですね。ここら辺、わーって。で、こっちが、クイーンレッドライムです。で、後ろの方のね、グラジオラスが結構ね、大きくなってくれております。で、こっちとね、レイズドベッドこっち側にありまして、レベツはね、風がものすごく強いんでね、ちょっとね、金魚草がね、もう倒れちゃってます。はい。近々ね、ちょっと支柱をしなきゃダメだなと思いますが。で、後ろの方のグラジオラス。こんな感じです。で、ちょっとね、こっち側の方がグラジオラスの成長が早いんです。というのは、こちら春の時点では、両方ね、どっちも光が一日中結構当たってるんですけれども、今、公園とかね、樹木が葉が茂りまして、こちらの方はね、割と日陰になることが、まあ半日陰、日陰ではないんだけど、半日陰になることが多くって、グラジオラスもね、一緒に植えたのに、こっちがね、本当に芽が出るの遅かったです。こっち側がすぐ出たんだけど、そんな感じでね、成長差があります。前回のね、動画のご紹介から、まあ花がね、だいぶまた変わってきてると思います。花が咲いてきたものとかもあるのでね、ちょっと紹介していきたいと思います。で、今日ここにね、今百日草植えましたけれども、ルドベキアはこんな感じで大きくなってまして、で、アナベル、ちょっと西日が強くてごめんなさい。で、ここの隣にね、ベロニカを移植しました。もともとはね、デルフィニウムの足元にあったんですけど、そこ結構デルフィニウムがね、大株になってきたのと、まあ、ホスタのホワイトクリスマスとかね、あって、もう狭々しくなってしまったんで、ちょっと日陰になってたんで、ちょっと移動してまいりました。こっちの方がね、多分よく育ってくれるんじゃないかと思います。立ち青いなんですが、やっぱりなんだ、ハンテン病という病気にかかってるっぽいです。あんな本来的にはね、もう抜いて処分してしまうのがいいと思うんですけども、ちょっと花芽がね、上がっていて、まあちょっと様子を見ちゃおうかなと思っています。ちょっと周りにお花があるんで、映らないか心配ですけど。うん。で、ここなんですけど、一日中日が当たって、風がものすごく通るエリアなんで、もう乾燥がね、すごいんですよ。で、それに、この立ち青いってすごく大きくなるので、肥料もね、だいぶ必要なのかなと思って、そこのところをね、あんまりケアしなかったんで、うん、肥料分がね、切れちゃうと、この病気にかかりやすいみたいなことを、
書いてあったサイトさんがありましたんで、そうなんだろうなと思っております。まあ立ち葵、まあ右の、ね、方はねなんとか大丈夫そうですが、ちょっと左はもしかすると様子見て処分するかもしれないです。はい。でこちらのグラジュアルスもここに3本実は植えてますここも大きくなってくれることを祈り、まあちょっとずつですが大きくなっております。でエキナセアのレモンドロップ、あのクレオパトラと隣り合わせで植わってたんですけど、今年ちょっとねレモンドロップの成長が良くなくって、でそのエリアがちょっと割とね密に植えてありますんで、レモンドロップをこっちに移動してまいりました。ここねあんまり大したお花が植わってないんで、ここにレモンドロップが咲いてくれたら嬉しいなと思ってます。コスモスのねダブルクリックは前回よりもまたさらに咲いてくれております。でチャイブも結構綺麗に花が咲いてくれました。だいたいほぼほぼ咲いたかな。前回ね撮影した時はねデルフィニウムつぼみだったと思うんですが、今こんな感じでもう青のがものすごくね綺麗に咲いてくれております。ちょっと画面で見るとねちょっと本当に青いと思うんですが、じゃ本来はもうちょっとなんだろうな、紫、赤が入った紫っぽいような青っぽいようなちょっと複雑な色味になっています。でね白の方はねまだこれからですね。はい。でこちらがエキナセアのクレオパトラですね。ここの隣にレモンドロップがおりまして、リシマキアのねオーレアがすごい本当繁殖力すごくって、もうこれもね増えてきちゃったんで、ここからレモンドロップを抜いてよかったかなと思っております。バラもねこんな感じでもう少ししたら咲くかな。本当に入り口の道路に面したクレマチスがすごい咲いてます。バクザキでアリッサムなんかも綺麗に咲いてて、ルドベキアも大きくなってくれている。本日の札幌園芸日記は種から育てたサルビアとジニアとアフリカンマリーゴールドがね結構大きくなってきたので、まあ、こちらのコンテナ2つとあとねご紹介した樹液、はい、サルビアに関してはねまだねちっちゃいんで、こちらの鉢でねちょっと管理したいなと思います。はい。本日の札幌園芸日記はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあねー。